跳ねてます。まだ跳ねてます。おお。シーフードの出汁の融合になってます。これはどの日本人も食べたことないような食べ物です。皆さんこんにちは。現在シンガポールにおります。今日は大きな失敗をしてしまいました。なんと、マレーシアに行くつもりだったんですが、というか今もオンザウェイトゥマレーシアなんですが、成田空港発なのに羽田に着いてしまいました。でとてもじゃないけど時間間に合わなかったので、JAL でシンガポールまで来ました。でそれでシンガポール経由でマレーシアエアライン、両方ともワンワールドなので、これからラウンジに入ってからあと1時間でマレーシアまで行きます。朝からすごいトラブルでした。ホテルに到着しました。セントレジースです。3日間この部屋に泊まります。18階。バスルーム、なんとマッサージルームまでついております。サウジアラカントリークラブでゴルフしてます。左はニック、ハシェンダゴルフクラブロサンゼルスの、メンバーです。右は、細井です。細井さん、ニックの友達です。おお、猿が、猿がゴルフ場に、よく人のものを盗むそうです。おお、逃げる逃げる。ゴルフ場の猿です。 So this is a Kari Laksa. Kari Laksa. ゴルフが終わって、食事しております。ニックです。細井さんです。これローカルフード勧められたのこれにしました。ニックはハイナンスティームチキンです。屋台街で有名なアローストリートにやってまいりました。ドリアンがあります。なんかこの辺は果物屋さんが多いです。ということで、できれば今日はシーフードが食べたいなと。ここはシーフード屋さんです。混んでる店を見つけたのでこの店にしようかと思います。こんな感じでかなり大きいですね。人もいっぱい、なんか地元系の人がいっぱいいるような気がします。ということでここにして入ってみたいと思います。カエルが来ました。美味しそうです。スチームした貝が来ました。あと定番のポンチョイ、美味しいな。カエルは美味しいです。マテ貝が秀逸です。こちらが先ほど言ったローストリートに向かうストリートですが、その手前に白人向けというか西洋向け、飲み屋ストリートがあります。マッサージしてお腹が膨れたのも治ったので、これから、ウイスキーを飲みたいと思います。皆さんおはようございます。竹内です。今日はマレーシア2日目、ハシエンダのお友達とのニックと細井さんと今日も、トロッカーナカントリークラブで、プレーします。よろしくお願いします。昨日は3番でした。今日はスティームエラというちょっと変わった海鮮シーフードにやってきました。シャーコ、貝、アワビ、カキ、整備などがあります。
ここの調理方法は非常に独特です。後でお見せします。ここは木です。真ん中に火鍋が、あ、火鍋というか鍋があり、そこにお米と、お米のとこに、ここでお粥を作りながら、海鮮を蒸すという私も食べたことのない初めての調理方法を経験します。 Say hello to them。 お友達のニックが、推薦してくれた海鮮水蒸気蒸し鍋屋さんにやってきました。ビデオ撮ろうと思ったら写真になってました。ということでエビは入れられてしまいましたが、このエビまだ跳ねてます。跳ねてます、まだ跳ねてます。この蒸されてる間にエビのジュースが下の、お米および炊いてるご飯の上に落ちて、美味しいおかゆになるというそういうシステムになってます。楽しみです。おー、こんな感じになってます。はい、OK。もう蒸し上がりました。この中に全部ハマグリのスープが落ちてます。お粥が美味しそうです。今度は牡蠣が来ました。これを蒸し上げます。美味しそうです。超美味しそう。伊勢海老頼んでくれました。超エンターテインメント系伊勢海老の息づくりです。金粉が乗ってます。ビル貝の刺身です。同じようにプレゼンテーションされてます。かけたで焼き上がりました。おお、ちょうどいい蒸し具合でしょうか。超美味しそうです。このかきやばい。残った伊勢海老の殻を入れて、こんな贅沢なお粥は食べたことがありません。また、出汁を足しました。ホタテが来ます。ホタテが蒸し上がりました。美味しそうです。お、ブルークラブ来ました。でっかいカニ。わあ、10 minutes? 6 minutes? Just a 6 minutes? Whoa! 次々に来ています。今度は魚です。Oh, what kind of fish is this? Tiger grouper. Oh, tiger grouper. おお、蒸し上がりました。美味しそうです。で、完成なようです。ソースをかけて。熱い油をかけると思いましたが、醤油でした。今まで食べたことのない最高級のお粥が出来上がりました。やばい価格です。このボスインディー超美味しそうです。すべての魚介類の出汁が詰まってます。凝縮した。これは日本で商売をやってもなんか受けそうです。超高そうだけど港区でやると儲かりそうです。おお。すごい、注いでくれてます。もう米は跡形もなくなくなってて、米とシーフードの出汁の融合になってます。これはどの日本人も食べたことないような食べ物です。皆さんマレーシアに来て食べるか、投資家の方は港区で作ってください。これはちょっとやばい。やばい。これはやばい。ロブスターとカニと香りが広がって、日本の雑炊ではなくお米が粉々になって魚介類の出汁と混じり合って、
今まで食べたことのないスープという感じです。お粥じゃなくてスープという感じです。でこれは絶品、絶対日本でやったら儲かります。港区しか儲かんないと思いますけど、値段的にぜひどなたか投資家がこのレストランを港区に連れてくれることを、願ってます。ということで、明日、観光してから東京に帰りたいと思います。これがシーフードをスティームしてお粥にそのソースを吸い込ませるレストランです。美味しかったです。おはようございます。マレーシア最終日、セントレールスの朝食です。バフェです。東南アジアのバフェは非常に、種類豊富になっております。このように麺も買うことができます。味付けが薄いので辛いシューマイを入れます。シューマイ天津、はい、はい、カレー完了。豪華です。朝飯からお肉が買ってもらいます。オムレツも作ってくれます。ヨーグルトとあります。今日は観光です。ルルムに乗ってた、道順で行きたいと思います。これは鉄道降車駅、イスラム様式のありがたい建物です。現在は国立モスクに来ております。こんな感じで、貸してくれます。マントみたいなの貸してくれます。これから中に入ってみたいと思います。一番最初の旧クアラルンプール駅は見えます。ここから見えます。これが旧クアラルンプール駅、近くだと何も見えないので国立モスクから写真を撮っておいてみます。これが鉄道降車駅です。ということでこれからモスクに入ります。メインプレイヤーホール、お祈りの信者、お祈りの場所です。モスクから約歩いて5分ぐらいのところにある、またイスラム系の建築が綺麗な、織物博物館に来ました。ここに3つの、綺麗な歴史的な建物が凝縮しております。ギャラリー、それからアイラブクアルンプールからの、こちら側の元行政府、これもアラブ式の建築っぽい、アラビックっぽい建物です。それからこれがテキスタイル博物館、織物博物館。ここの交差点には、3つの歴史的建築物が一緒に見られてしまう、お得な観光名所らしいです。こんな感じです。360分、マレーシア最後の食事です。シーフードチャイニーズで締めたいと思います。このチャーハンすごく美味しいです。赤貝の小さいやつ、アサリ、イ
炒めた野菜シーフードチャーハンです。もちろんビール、今日は7000歩歩きました。